ありがとうございます。すごいな。お、ね、あの近江牛は、さては自販機のやつか。こんなとこにいたんだ。いや、これこそ今買ってもどうしようもねえからな。肉があったか。よし、これを作ります。合ってるんだよね。心配になってきたな。あんだけ人いたのに、一気に。一本外すと、本当に一気に人の量が外した方がいいって。コロナ云々関係なくね、人が多すぎ。いくらなんでも歩きにくすぎる。ハンバーガー屋さんなんてあるの。おにぎり屋さん。やってねえよな。わからん。さすがに十分来た気がするんだけどな。セブンイレブンを一つ入るとだいぶ落ち着きますね。ただ京都のセブンイレブンってやっぱこういう形が多いの。なんか景観条例でセブンイレブンはこの屋根にしないといけないみたいなあるんでしょうかね。いや、なら山田のあたりに当たるやつもなってなきゃいけないな。あった、つばち屋神様ってことはこれでいいんだ。バス停が神社前って言ってんだからきっと来てから。あった。やっぱね、野生の勘だな。の感で食べていたね。いやあ、車だね。車だけ聞いたね。平安だね。清原よりなり子を待つんだ。やれやれやれ。さあ、これ時間かかってるね。大丈夫かな。ちなみに宿というか満喫は夜の9時で予約してあるんで大丈夫でしょう。ゆっくり回ってく予定でしたからね。駅こんな近かったんや。絶対乗った方が絶対良かったな。で、こっから次が三部寺、反対側行かなんかのか。反対側渡っとかなかん。なんなら成り出す前に渡っとかなあかん。まだ間に合う。車先ちょ大丈夫やったな。で、四条大宮の方に来て、四条大宮からもうすぐ近いらしいんでね。よし、
こんな感じなんです。中古車な。もう言うといてに来るか。すげえ、パラパラなんですよ。